ヤホン。9時半。昼あんなに暖かかったのに夜寒っ。寒すぎる。広島はめっちゃ晴れてたけど、東京は雨。うん、めっちゃ晴れてたけど、わストーリードクター、エレガントウーマン、縁が分からん。一人のか、一人の An elegant woman starts talking to Eddie. スタートトーキング、話しかけてきます。エリーイズアットザスーパーマーケット、スーパーにいます。スーパーで一人の女性が話しかけたところ、今すぐ、今すぐ、な。What? Where is the man? He is near the milk. Please help the man. He is very sick. が悪い。
上に話しかけます。走ります。そして話しかけます。見かけます。パーフェクト。これで終わり？終わっちゃった。すごい気になったんだけど。どうなるん？次は、お、まとめあって、まとめ。サラダ ハンバーガー。あれ、どこ行った。私もサラダが大好きです。I also love サラダ。Yes, I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. So, 毎日都市で働きます。急にディスハンバーガー。 Yes, I sing every day. Sing. Every day.
すみません、このハンバーガーはいくらですか？ How much? あ、Excuse me.あ、ザいらんのか。ザいらんの。あ、違う違う違う。あ、ザいらんのか。ディスがあるけんか。なんか本格的な広告になった。だとディスは一緒やね。イエーイ、次のステージや。次は職業か。着実に学んでおりますな。テーマあったんや。だんだん分かってきたね。だってステージ1の時は、ま、全然分かんなくて分かったけど、今はステージ4ぐらいで結構分かってる。まだ会話できないけど。慣れはすごいですね。慣れはすごい。2ヶ月、もうすぐで2ヶ月ぐらい経つか。1ヶ月ん？でも40日って書いてあった。40日連続44か。
ショールーム配信以外に続けることが増えた。それ以外は全然続けれん。湯船に浸かるのは継続できてる。日常なんか、まあ、寒いから、最近寒いから、ね、でもこれが夏になったらちょっと変わってくるかもしれん。夏だね。どうやろうか。でも夏のお風呂も好きなんよね。めっちゃさっぱりする感じ。いつまで続くか。本当にあんまり熱いお湯じゃなくて、ちょい熱ぐらいだったらいいかも。今私はめっちゃ熱くしてる。あんま良くないかも。なんかね、だんだんね、冷たくなるよね。冷たくなるのが早すぎて。気づいたらもう足とかめっちゃ赤くなってる。めっちゃ赤っ。昨日はちょっとのぼせた。なんかちょっとクラクラした。熱いお湯すぎたかもしれん。もうそんな長く入ってないけど、そうなんよね。熱くせんすぎたら、
ぬるいぐらいにしたら結局寒くなるよ。結局温まってるはずが全然寒くなるっていう。寒って思いながら上がって、これはお風呂の意味があったのかって長く入った方がいいよね。ちょっとのぼせてるぐらいがいいんか。だったらね、なんかね、体が温まっとる気がするんよね。熱っみたいな。それはダメ。じゃあ寒ってなるぐらいでいいの。茹でちゃう、茹でられちゃう。アービーヤーサーさん、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。あ、程よさ程よさがいい、その間ぐらいその間か。多分温泉とかってさ、めっちゃ暑いやん。温泉入った後って結構なんかすぐ服を着なくても、なんだろう、大丈夫なぐらいの、なんかちょっとなんだろう、扇風機とかあったりするじゃないですか。ああいう感じのポカポカ具合がいいのか。それともちょっとぬるめで半身浴して、でも半身浴やっぱ長めにしたら温まるのか。あ、温泉はそういう効果があるのか。なるほどね。じゃああれよね、お風呂入って、お風呂上がって、なんか体拭いてる間に寒ってなったら、そりゃお風呂に入って意味あんまないってこと それは温まってないよね。ですよね。結局さ、そうなんよ、寒って思う。湯冷め湯船に入って上がった瞬間に湯冷め。へえ、いやそうなんよね、結局何してるんだってなるよね。はあはあはあ、ヒートショックね。なんだっけ、熱いお湯入って脱衣所が寒すぎてみたいなやつ。でしょ。
配信で学んだこと寒暖差で。いやでもな、そうよね、なんか山とか田舎の方の例えばそういう家とか脱衣所めっちゃ寒そう、隙間風とか入ってめっちゃ寒そう。都会も寒いかもしれんけど、おじいちゃん家はとりあえず廊下、冬の廊下がめっちゃ寒かった。もう普通に裸足で歩けないぐらい。夜の廊下は本当にやばい凍ってるぐらいに寒い。そうそうそう、虫が。頭に何をのせておくといい。タオル、頭にタオルをのせておくといい。あ、よくなんか銭湯とかでタオルのせてる。あの意味あった あれのぼせないの？え、すごくない？頭が冷えない？なんとなく乗せるときあるなんとなくね、ちょっと他に置くとこなくてみたいな。ちゃんとあるんだね。なんかなんだろう、やっぱり昔からなんかやってることってちょっと意味あったりするよね。意味ない迷信もあるけど何かしら意味はあるんやな。そうそうそう、そういうのあるよね。かけゆ。水風呂寒そう。なる
ほどね、確認をしとくと。サウナはそうね、サウナ いかんね。なんかちゃんとサウナ用のさ洋服みたいなあったらいいけど、洋服着ちゃいかんの。私服はやだ。私服は絶対やだ。岩盤浴ならあるよね、あるよね、洋服。岩盤浴行きたいな。岩盤浴はステージがあるんや、熱いレベルの。選べる。岩盤浴はね、とても良いリフレッシュになりますよ。よき。結構レベル低めのステージのところで寝てた。なんか熱いレベル、熱レベル。睡眠、睡眠ですよ。10分ぐらい睡眠とった。でもなんだろうね、脳は起きてるけどって感じだった。なんかそう、結構うん、すごいちょっと暑いみたいなところで、でこう
寝れるところがあって森みたいなところで音楽もポーンみたいな ピチャンポーンみたいなやったんや。これはすごいゆったりできるなーと思って。そう、ミュージックありで、しかも私その時真夏の昼間とかだったんですよ。だからそう、あんまり人がいなくて、その時ね確か2人3人ぐらいでいろんなステージをこうなんか回ってるみたいな感じだったから、全然気にしなくて済んだ。そう、真夏ね、いいですよ、少なくて最終ステージなんかめっちゃ暑かった。マグマみたいなとこだった。マグマは結構人いたかも。確かに暑かった。入った瞬間なんかうわってこう熱気が来る感じ。あ、これがマグマかみたいな。あ、そう、釜みたいな、そうで、そう、寝転がってみて、これはすごいなと思いながら、そしたらめっちゃ汗がこう出てくるよ。これなんか結構あんま折れんかもなと思って、でもそろそろ出ようかなと思ったけど、急に私の中でちょっと負けず嫌いが出て いや、もうちょっと言おうかなって。今ちょっとここら辺でいいかなと思った自分をもうちょっと超えてみようみたいなと思って。よし、あと5分そう、やっぱそう、岩盤浴に来たからには汗を流したいみたいな。って感じでした。よかった。で、普通に帰ってから家で休んだ。何時間とか知らんけど、ね、
確かにね、真夏の日って外におるだけでもうサウナみたいなとこはあるよね。結局は私日焼けしやすいですよ。高校生まで全然日焼けしてた。そう、信じてなかったん。日焼け止めのことを信じてなかった。こんな日焼け止めとか塗っても意味ない。高一で親友ちゃんと出会って、その時にそう2人で意味なくないって言ってせんでいいよって言ってて、そしたらもうめっちゃ日焼けして驚愕して、その日焼けさに二人でこれはやばいねってなって、日焼け止め塗ってみるかって塗ったら全然違ったんよ。意味あった、意味あったね。よかった。でも多分写真集の撮影の時に日焼けしたよね、今年、去年か。でも最近やっと治ってきた気がする。そうそうそう、なんか、うん、夏ぐらいなんか日焼けしたなと思ってて、あ、写真集か。半年かかるね。冬ぐらいでなんか戻る。そうそうそう、結構かかるね。まあでも戻るのが良かった。気をつけなきゃ。
そうそうそう。ちゃんとねー、ちゃんと、ちゃんとせんと。え、金曜日なの今日。びっくり。びっくりだよー。結構ね、うん、早いですね。新年度か。あ、月末忘れてた。月末のこと。月末、月末と認識してない。危な。年度末、しかも年度末です。まさか何ですかね。まさかさらにレベルアップをご希望いやーもう無理かな月末はちょっとあざと写真をね送ってるんですよね。まあ普段から送っとるけど あはは送ってるよねー。まあ、それとは別によね。ウインク。ウインク苦手すぎる。練習したらできるか。
一瞬しかできないから。いや、もう目がちょっと目がちょっとちょっとくらん、なんて言うんだっけ、くらんできた。怖って怖ってなってきた。急に明るいとこを見た時の目みたいな。うん、復習できなかった。しなくていいよ。しなくていい。しなくていい。しました。すべてに。そう、心のシャッターみたいな。やっぱ大事かなみたいな。ですなぁ。ちょっと今いいこと言ったなぁ。メモしとこう。心のシャッター。心のシャッター何にしようかな。心のシャッター。思い出すのが歌詞みたいになっちゃった。
残るのはみたいな。ね。これ言い方によってはさ、ちょっとさ、いやそれは違いますってなるよ。言い方によっては。そうそうそう、思い出は なんかおかしいなと。難しいな、結構。詩人になっちゃう。そう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 。最近の格言なんか心に響くってよく言われるんよ。最近よく。今日の格言もさ、ものすごく心に響きました、珍しく。ありがとうさん、とてもいい格言ですね。
しみる。そうよ、そうだねって、ポジティブだって、かっこいい、ホップステップジャンプ。いい言葉、すごいね。おう。前に進もう。学ぶこともある。心にしみるね。そうだね。うんうん。後悔。後悔だらけの人生よ。なぜか後悔は3日で忘れる。昨日の後回しの分は後からやってくる。結構みんなやめてくれみたいな感じ。それは言わないでくれみたいな。年度末になんてことを。分かってるよって。激しく同意。年度末気合入った。まさかの気合入れ。気合を入れるような一言に。その通りすぎて、てんてんてん。あはは、気をつけます。身をもって感じる。やっぱちょっと革新的すぎたかな。分かってるから言わないで。まさにそれ。ぐさっとくる。うわーん。最近いいかもな。同じものは作れないはあんまり好評ではない。結構良いと思ったんだけどな。タイミングかな。タイミングもね、あるよね。
エイプリルフールのことを忘れてた。どうしよう。いい感じのさ、画像とかもあったらいいよね。マジか。ま、いつか思いつくか。よいしょっと。え、嘘。あと3日後？ 3 日後か。そうかな。4月1日の午前中よね。完全にそれエピエルフールやろって分かるやつになるから多分。去年はなんだっけ、去年
ねん、なんかトリュフみたいな言ってて、でもなんか嘘って思ってない方もいたんだよね。朝ごはんはトリュフでいっか。何この投稿。何この投稿。まあ、トリュフあのチョコもあるからね。でもこれ確かあれだよね、その場で思いついたよのよののねねね、これやこれで。夕方にエイプリルフールでした。なんだっけ、これは4月1日。後で宇宙行くんだけど、宇宙船掃除するの忘れてた。早くしなきゃ。あ、お土産何がいい？長いね、ちょっと長め。長めやな。なんなんほんと。あとあれか、メール100ん、センツーか、メールセンツーみたいな、2個ね送ったよね。最大の、あ、これあれや、去年おととしさ、12月さ、なんかカウントダウンやっとったんや、懐かしい。
そういえばさっきメール1000通送ったけど、もう届いてる？面白い。カウントダウンのやつ面白いな。年越しまであと0日。本当に年越し？今年最大の当たり前サイヤンを今年最後のメールに書いてたようです。なんだろう。サーヤンよりじゃない。やばい、わかんない。これか。2022年終わって明日から2023年だね。これかな。特大当たり前さやん。おもろ。みんな明日は何モード？私はね、ガチモード 3000% だよ。ハッシュタグ年越しまであと1日。ハッシュタグ年末気分なし。12月29日。お肉食べてません。あ、ハンバーガー食べた。28日。今日も配信にたくさんの方が遊びに来てくれるかな。ニヤニヤ。今日は27時に起きて明日も同じくらい。ブドウ糖と気合で乗り越えます。27時。私の今のスマホ電池の残量は 26% です。
今日は24回くらい高尾さやかと検索しました。23時になったよ。よく、すごいね、ほんと。髪の長さは21センチくらいにしようかな。私、二重跳びできます。眠れないとき羊のこと数えるけど、羊が19匹くらいでいつも寝てる気がする。今日が終わるのもあと16分か。13カ国くらい話せる人になりたかったな。かっこ突然すごそうなことを言う人。年女ももうすぐ終わる。次来るのは12年後か。何してるかな。すごい。もっとください。星座占い11位だったけど、とってもいい日になりました。それな。10日、十人十色の舞台を目いっぱい楽しもう。9日やばい、9日。今急に実感湧いてきました。9がひらがなで。12月8日、待ちきれるほどご飯食べて動けなくなりました。7日、七味ってうどんにめっちゃ合うよね。急に。12月6日、六分手じゃなくて手袋そろそろ必要になってきそう。12月5日、今回の口内炎は5日で治りました。今日はケーキを4つ食べました。 ST に入って3回目の誕生日。同じところを2回噛んで口内炎できました。今日は目が覚めてからぼーっとしてたら1時間経ちました。面白いですね。あ、この時はまだ誕生日まであと3日とかやったんか。誕生日まであと3日、誕生日まであと2日、誕生日まであと1日、あと1時間から、次の日年越しまであと27日。カウントダウン第2弾言うのを始めてる。いいですね。面白い。
その面白さがイブのきっかけ。本当ですか？面白かった。サイアンらしい。じゃあ年度末も明日と明後日で終わりですね。年度末って急に終わるよね。年度末しっかりやっとけば年始はさ、結構いいスタートになるくない？そうなんや。そう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 。なんだっけ、なんて言うんだっけね。年度末。何もないか。なんかさ、年越しの時は良いお年をとか言うじゃん。年度末の時はないか。良い良い来年度、良い良い末。ラストスパート、ラストスパートみたいな。待つわ。あはは。
考えておこう。心のシャッター刻まれる。脳裏に刻まれる。脳裏ってすごいよね。脳裏に刻まれている記憶ありますか？ノリじゃない、ノリ。ノリね、ノリ。はい。まあ確かに、ノリって確かにちょっとあんまり記憶したくってしたくない記憶が脳裏にあるかもしれん。ダメだね。じゃ脳裏ダメですね。ちょっと違うな。心のシャッターを刻んで行こうみたいな方がいいかも。刻んで行こう系。連射？これはまだまだちょっと温めておこう。多分これだみたいなのがあるんや。記憶ってすごい。記憶ってすごいわ。
もうさっき夜ご飯めっちゃもうありえないほど食べて、ありえないほど食べて、もうやばかったん。なんかもうフラってなりそうなぐらい。お好み焼きとホルモン鉄板食べた。で、ホルモン鉄板は半分。結構ヘビーでした。もうお腹いっぱいすぎて。家帰ってってなって布団の上でもうってなってたらいつの間にか寝てて眠みたいな。パッて起きたら、やばい、今何時だみたいな。今何時だっていうか、もう本当に今一日のうちのどこだって思って確か7時、8時ぐらいで、8時、ああ、8時か。SNS 投稿しようってなって投稿して、やっぱねお腹いっぱい食べるのはやっぱりちょっとあんまり良くないね。本当に良くない。写真見たらさ、ちょっと、まあ、通常よりもちょっと小さめに見たんですよ。だからならホルモン鉄板いけるかなと思って、そしたら思ったよりも一回り大きいのが出てきて、あれ写真と違う。それからはもうね、そういうこととなりました。言わんよ。ホルモン鉄板なんかなんだっけ、アルミホイルに包まれた。めっちゃ美味しかったけど、やっぱ少なめに見積もった方がいいね。
よかった。今こうやって普通に話してるのが結構良い方向へと向かってる。そんぐらいって感じだったから家帰ってすぐ。あれはなんだろうね、やっぱ血糖値も上がってってことなんかな。そうなんよね、ほんと。もう意識がちょっと遠のきそうなぐらい。感じですよね。しかも本当にもうお好み焼きの香りが本当にその時もうやばくて。お腹いっぱいすぎても、もう1週間ぐらいはいいかもと思ったけど、でもそれがさ明日になったらね、多分ね食べたいって思っとるよね。不思議で。あれすごいね、不思議よね、毎回そうなる。もういいかもなと思って、もういいかも、次の日食べたい。そうそうそう、めっちゃ美味しかった。美味しかったけどちょっと今日はもういいかも。明日送るね、写真とか。今日はいいか。今日はねちょっと見ない。ちょっと軽いトラウマよね、軽いトラウマ。最初はなんか、あ、これ軽いなと思ったんですよ。この豚玉軽いな、全然パクパク食べれるなと思ってたら、急に2分の1過ぎた頃くらいから、あれなんかなんかあれって思い出してきて、これ食べてるかなと思ってきて、4分の3食べてで、なんてで食べなきゃって思って、あとはもう無心で無心で食べて、なんかそうなった時の4分の1って結構ね、もう一個ぐらいの威力あるよね。もう一個来ましたみたいなぐらいの威力ある。わかる。そうなのね。だろうね、多分気持ちの面もあるんだろうね。そうなんや。
なかなか一口が結構このぐらい食べようと思ったけど、一回ちょっとこれを半分にしてみて食べたい。ちょっと小さめにしながら食べるっていう。私そば派だよ、そば派。乗り越えたね。水を飲んだりしてね。一旦水飲もうって。お持ち帰りもねしようか迷ったんやけどね、もう4分の1だったからもう食べようって。2分の1ぐらいでちょっと異変は感じたから、そこら辺でもう決めとくてもよかったかもしれん。あれれ？おかしいぞ。持ち帰りいいですか？でもホルモン鉄板もめっちゃ美味しくてよかった。リラックスしすぎて。よいしょっと。ワンちゃん。昨日なんか寝る前に急にヨークシャーテリアのワンちゃんを思い出して、ヨークシャーテリア可愛いな思いながら寝た。ヨークシャーテリアちゃんもいいなと思いながら。想像してた。ヨークシャーテリアがいる生活を。どんどん変わってる。かわいい。かわいい。かわいすぎる。イギリス・ヨークシャー州。え、そういうこと？
ボサボサしたボサボサした毛並み。ね、チワワに次ぐ世界2位の小さい犬です。だってエネルギッシュな活発な性格、自分より体が大きい犬にも立ち向かうような一面もあります。好奇心が旺盛で退屈が耐えられません。その分遊んでもらうことが大好きで人懐っこい性格をしており、とっても甘えん坊なのできちんと相手をしてあげないと拗ねてしまいます。決して落ち着きがないわけではなく、利口なため初めてペットを飼う方でも飼いやすい、非常に頭が良く記憶力学習能力ともに高いため。へえ、すごい。そうなんや。お風呂に入った、よく座ってるよ。めっちゃ小型犬やね。可愛いものを見た時ってちょっと胸が苦しくならん？え、なるよね。うっってなるよね。はぁってちょっと息できんみたいな。はぁ、謎のため息。うっ、ちょっと待ってくれ、息が。でしょ。確かにそういう画像あるわ。ロングコートチワワ。え？笑ってる。かわいいですな。かわいいですな。やっぱり今すごいヨークシャーテリア可愛い。可愛い。マルチーズは？マルチーズ。可愛すぎる。目が黒い。
こりゃこりゃ、なんということだ。なんかあれ、髪が長、髪長いバージョンは何なの。なんかこの髪が長くなって、なんかここにさ、なんかリボンつけるの何それも可愛いけど、なんかリボンつけとるよね。なんかリボンつけとる。髪長い子時々おるの。でリボンつけとん。ごめん、ちょっと可愛いがゆえにちょっと怒ってしまった。可愛いがゆえに怒ってしまった。ちょっと可愛すぎる時の、なんでつけとん。キョトンってキョトンってキョトン。キョトンってしてる。でも私ね、昔はね、ダックスが一番好きやったんや。ダックスしか勝たんやったんよね。美しいね。もうね、美しい。ダックス。美形ないよ。ミックスが多いよね。なんかペットショップとか見に行ってもミックス多いよね。しかしポメラニアン、しかしポメラニアン、ポメラニアン、よくする顔決まっとんかな。みたいな顔。へえみたいな顔してる。かわいい。
しかし、しかし、ここで、ここで講義。コーギーさん、コーギーさん、優しい顔をしてますね。でもやっぱり今はヨークシャーテリアや。ヨークシャーテリアさん、いっぱい動画がある。でもやっぱり ペルシャ猫。ペルシャ猫かわいすぎる。猫って顔してる。ちょっと睨んでる感じのもいいね。睨んでないけど睨んでる風に見られちゃうんですみたいな。
でもペルシャ猫飼ったら大変そう。ちゃんとせんと。いやでもそうだね、犬の方が散歩とかせないかんし、フフフ。あと何年後に帰るかな。大型犬はね、老後だから。そう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 、シベリアンハスキーさん、ドーベルマンね。ドーベルマン。強そう。ドーベルマン強そう。うん、前向きさん全然違うんできた。シベリアンハスキー。目がもう目がすごい、目がすごい。すべてを見通してそうな目してるんだけど、近づくなみたいな。
ベルマンって実は甘えん坊なの？え、そうなの？でもびっくりする。家に来て急にドーベルマンおったら。奥の部屋にね、金庫があったりして。近づこうとしたらワン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 って話し会中にお話し会の横にドーベルマン。まもなくです、お時間です、わわわわわ。お時間です、わわわわ。みんな逃げていく。うわーって ハワシがドーベルマン。想像しちゃった。
確かに。なんかリンゴジュースが飲みたいな。とってもリンゴジュースな気分。ストックしとかな。ストックしとかなければで毎回思うよね。なんかあるかそういう宅配みたいな。なんかあるよね。でもストレートジュースみたいな結構いいやつだとさ期限とかあるよね。早めに。そうそう、それもいいなーと思うけどさ。なんかポンジュースとかあった。ジュースなら期限長そう。なんだっけ、知らぬいだっけ、知らぬいのみかんジュースめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいあれは。感動もの。みかんジュース蛇口。やばい、どこ？単調変わるかな。F 渋谷さん、タッチーさん、マイセンタン、ミツルンさん、フジポンさん、マサさん、コッペさん、ヒロトさん、ファルコンさん、キチネさん、キムコさん、セイヤンさん、ロックオンさん、アタテ様、オーサムさん、台湾のコウさん、阿部ヒロシさん、ミッチーさん、五十アップくん、猫のおかずさん、ユウスケさん、ユイゾウさん、イナッチさん、ハムちゃん、トキワさん、ユウキさん、サトケンさん、メガバイトちゃん、ナオさん、マニャさん、エビスさん、クチさん、ケディさん、リョウさん、ありがとう。ははは。アロマグッズが届く。おお、いいね。
ズボちゃった。おお。どんな香り？ね。反応ください。あはあはは。ありがとうございました。よいしょ、バイバーイ。おやすみ。おやすみ。